ツーメディスン類層は、モンタナ州北部とアルバータ州南部に分布するカンパに、アンの地層。それは、ロッキー山脈症状断層帯の東側に位置し、スイートグラスアーチという地域の範囲内に、入り込んでいる頭部はほとんど変形していない平野で、あるのに対し、西側部分の地層は折りたたまれたような形になっている。ツーメディスン類層の下には、 砂浜と潮石体の堆積物を呼び砂岩があり、上には海勢のベアッパウケツ岩がある。ツーメディスン類層はカンパニアン期を通して白秋後期内部陸水路の西側の海岸線とコーディレラン症状断層体の東方向に進んでいる海岸線との間にカステニア三角州によって堆積されたものである。主に砂岩でなる。1913年。 ユージーン・ステビンジャーが率いる米国地質調査所の探検隊とチャールズ・ギルモア率いるアメリカ国立博物館の探検隊が協力してこの地層の最初の恐竜を発掘した。ステビンジャーはツー・メディスン・ルイ・を命名し1914年に発表された論文に最初の化石を正式記載した。ギルモアは1928年と1935年に この層を再調査した。この期間中、三種が命名され、これらのうちエドモントにあるゴシデンス一種のみが、現在も有効とみなされている。バーナム・ブラウンは1933年にその地層を探検したが、特に重要ではないと報告した。二人の研究は、第二次世界大戦によって中断された。1977年に、トレソラーはモンタナ州諸島の西に、 ハドロサウルス類の化石が存在することを報告している。翌年、ハドロサウルス類の赤ちゃんが発見された。1979年、コーナーとマケラはこれらのハドロサウルス類の骨をマヤサウラ、ベーブレソルムと命名した。この発表は、その地層に新たな科学的関心を集め、多くの新しい種類の恐竜が発見された。1987年に、 アルバータ州南部でヒパクロサウルスステビングエリを産出したデビルズクーリーのサイトをはじめ後に新しくネストサイトが発見された。この地層を構成する緩やかに固められた微細な砂出堆積物は悪地の植物を早く成長させてしまうため化石の路頭の数が限られている。川床堆積物及びベントナイト層の古土壌はツーメディスン類層において 一般的である。地質年代は、カンパニアン期のほぼ全時代をカバーしており、長さにして7400万年から8000万年の期間に及んでいる。地層の上部10メートル、地下105メートルに位置する火山培層のアルゴンマイナスアルゴン法を用いて産出されている。地層の体積は、二酸化炭素である、可能性がある。ツーメディスン類層下部は、サントニアン後期カンパニアン前期。 上部はカンパニアン中気候機の化石を保存している。ツーメディスン類層には多くの地質学的構造が共通の相除的に同一の地層が存在する。モンタナのスイートグラスアーチによってジュディス・リバー類層、ベアパウケツガ岩、クラゲットケツガ岩、そしてイーグルサガンがツーメディスン類層から地理的に分断されている。ツーメディスン類層ともにカナダとアメリカの国境を またぐアルバータ南西部のベリーリバー層群及び、パコーキ類層が東側に位置する。ツーメディスン類層は、コロラド湾北西の海岸に露出した砂浜によって、形成されたバージル砂岩を覆っている。白亜紀の内部河岸侵食は、ツーメディスン類層の歴史の中で早期にその領域が侵食され、奇妙な平行堆積物と形成基盤の 約100メートル上の孤立したページ岩体を残した。ツーメディスン類層の中間部分は約225メートルの厚さでクラゲット海が交代し、ベアパン海が横たわっている間に堆積した。この部分はジュディス・リバー類層及びジュディス・リバー層群と相助的に同一である。堆積物は主にベントナイトのデーガンであり、しばしば砂岩のレンズを伴うデーガンも見られる。 これらの堆積物は内陸海から遠く離れた沿岸平野の遺物であるが、上部は地層の約半分を占める。その堆積物は中部のものに類似しているが、広範囲にわたる赤色の交渉と灰色の島模様が目立つ。最上部の80メートルはジュディス・リバー・ル層と同じ堆積物がベアパウ海の浸水後に堆積したものである。 それらはわずか50万年の間に堆積したと考えられている。ベントナイトはツーメディスン類相の全部に共通して存在する。南部の噴火活動は巨歴定番と共に起こったものでエルクホーン火山と呼ばれている。大部分の脊椎動物の化石は炭酸カルシウムの置換によって保存されている。このタイプの保存では顕微鏡レベルまでの微細な情報が保存される。 その代わり、空気に暴露された場合の耐候性が脆弱である。マイアサウラの復元頭痛メディスン類層は、半乾燥気候で、コーディラレン地からの季節的な降雨の際に、堆積された可能性がある。カンパニアン期には、長い寒気と温暖な気温を経験したと思われる。層類、無脊椎動物、植物及び花粉等の化石から得られるデータは、その説を支持する。 一部の恐竜化石は干ばつによって死んだことを示唆している。ツーメディスン類層の南には陸地が多く存在していた。河川は南西部の高地から北東に流れていた。ツーメディスン類層南部はホースシーフ層と呼ばれる気水の砂岩、砂岩層に分類される。ホースシーフの堆積物はベアパウケツ岩よりも浅い水辺のものであり、南部に存在するより、 標高の高い地域と高低差があったことを示唆している。この地層で見つかる恐竜化石のいくつかは干ばつの関係で死んだと思われる証拠を残している。骨が関節したものはごくわずかである。ボーンベッドとして残っているものが多く、大部分の標本が分離されており、保存状態が悪く破損している。初期の研究では、ツーメディスン類層とジュディス・リバー類層の恐竜は、 共通していると仮定されていた。この地層に固有の恐竜が発見されたのは1978年のみである。広範囲に分布していた捕食者とみなされるいくつかの族においてツーメディスン・ルイソーと他の地層のものとで種差しがあることが示唆された。ツーメディスン・ルイソーとジュディス・リバー・ルイソーの間に高低差による移動障壁はなかったと思われる。しかしツーメディスン類層・ルイソーと 地理的に隣接する別の地層におけるそれぞれの生物が共存していたという明確な証拠はない。2メディスン類層では上部で見つかる化石がより一般に知られている。ありがとうございます。